はい、どうも、ネングシューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。はい、どうも、ネングシューターと申します。続きをやってまいりましょう。部下が言うことを聞かない。容疑は三代目勸玄、そして勸公の兄弟から三代目の容疑となっております。さあ、今ですね、連合中ですね。連合機関、連合名士となっております。容疑死ねません。容疑が死んだら連合は解散ということになっておりますが、どうでしょうか。さあ、この連合機関ですね、なんと孫権動いてくれました。孫権のオーバーラップ号を落とし入れるのか、いや多分これじゃ落とせないと見ておりますが、まあ敵を引っ張ってくれればいい。我々は露光攻めだ。露光に上陸できるのかどうかというところが焦点でございます。そして深夜から断続的に常陽を攻めている。でもう常陽じゃ飽き足らず、なんか甲賀まで攻めてくる。もうとんでもないですよ。ここはすごい輸送集中地帯となっております。さあ、我々守りながら攻めることができるのかできないのか考えただけでワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。凍結を立たせた。よろしくお願いいたします。お、凍結一発取れましたね。女性90でも取れちゃう。おっと、露光勢引いていくかな。引いちゃったら我々どうしようか。うん、これはまたあれですね、じっくり行った方が良さそうだ。あ、ここまでだ。おっと、長領が死んだ。どんどんですね、名将が息を引き取っていくが、こちらをご覧ください。うん、ちょっとまずい感じの兵を先日省エネで止め、あっ、剣業から援軍か。これはもう進めない、撤退。わかった。お、大元気を捉えましたね。久々の女だ。だんだん女がいなくなるからな、三国志の世界はな。え？嘘でも何もねえでこねえな。よしよしよし、また深夜の兵を片付けたぞ。あんで、これ効果に来るな。いけませんね。なんで効果に来るんだ、常陽の方が兵がいないというのに。ロコ出てこないですね。ちょっと剣業からは来てるか。沿岸にですね、投石台を立てていたずらをしております。あ、大元気を捉えて戻ってまいりました。大元気は芝生信愛、こちらに芝生いますよ。どうですか、こちら。95から一気に行ってみよう。16歳の女子だ。はいよ。女子高生にナンパして断られちゃった。え、ファーリア、ほんと気持ち悪いな、実況かな。ほんとな。各所より報告。ん、深夜また3万ぐらい出ましたね。また攻める気だ。嬉しいね。すごいね。また2万か。この2万でね、領地を一時的に取る気だ。ロコ動かないですね。こういう動かない時が一番ちょっと怖いっていうね。何かを狙っているかもしれない。で、この再走を3部隊で落とそうというですね、へそが茶を沸かしますね、これはね。ブンブク茶釜のブンブクブクブクブンブンブンブクブク。こちらをご覧ください。さあ、ロコの包囲を始めておりますが、ピクリとも動かない。ちょっと恐ろしいよ。で、ジュシュンとかは兵がもともとないですね。これは意外にいいとこついてるかもしれない。いいぞいいぞ。で、技法も効いた。威力を尽くします。これなんだっけ、勘いいだっけ、もう分かんないよ。勘を結構子供作ってんな。これも難しいな。これ陳剣ですよね。西王が馬みたいな名前して、みんな死ぬな。ロコを出さない、出せないのか。戦力的にもしかしたら包囲軍が上回ってるかもしれない。あとは効果にちょっかい出しに来てるこの宗衛とかですね、これをなんとかしてですね、
で、剣魚から出てくる舞台ですね。これをやっつければもしかしたらいけるかもしれない。よしよし、こちらは技法かかって、おっと芝生がここで捕まった。なんと技法は成功したが逃げるのに失敗。なるほど、救ってやりましょう。呪州に輸送が39,000、あーでも出てくるのは1500か。あ、舞台が出てくるのかな。舞台だ、なるほど。各愛そえ一騎打ちを仕掛けた、いいぞ、これは勝つると。さあやっちゃってください。81-52、よし、いける、一発だ、まっこい、いいよ、し、次の相手いいね。今この勝利って出る前にこれちょっと光がピーンって出た、これね確定でしょ、打ち取る確定でしょ。なんでチントロが壊滅しとるやないか、打ち取れてないやないか。傷を負っただけですね。ここなんとかしないとダメだな、取られちゃうかな、勝利を。難しいですよここ。あ、投石台壊しに行ってるのかな、動かない。こちらをご覧ください。このターン動きなしですね。ほんとロコの5万をなんで動かさないんだろう。動かせないんでしょうねこれ。武将8人で、またこの8人の武将、これ大したことないですね。そういう策かこれ、わからんぞ。言いますからね、上策には下策をもってなす、そういうことですよ。一見下策に見えてもこれは罠だったりする、ありますからね、そういうことね。川中島第4次のね、あの西条さん、山の上に陣取る、あれ下策ですからね。まあその下策が下策で終わったのがあっちにいるですね、馬食という男ですけどね。また山の上に陣取ってますね。下策ですかねこれもね。あっと、これやっぱ取りに来たか。やっぱ喉から手が出るほど欲しかったのはここですね。少量が欲しかったんだ。なるほど、やっておしまい。粘り強さなら粘り強さがネバ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 のネバーエンディングストーリー。よーせよー、強がりは、あ、ちょっとちょっとちょ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 い、ちょっと待てちょっと待て、長男が死んだ。うるせえな本当にうるせえ、ゲーム実況だな、もうゲーム実況ですらないしなこれ。まあここはなんとかいけそうですね。はい、で一方こちら、こちら虚層ですね。ここもう囲んでしまおうと思って来ましたね。ウォール、獅子ウォール、頑張れウォール、できるかな、ウォール終わるかどうか。心得た。ウォールが1、2、3、あと3コマ。いや、ウォール来る気ないんじゃないかなこれ。実はどうかな。どうした、甲冑を応援に行かせよう。甲冑応援ウォールだ、応援ウォールで、これで承知、土塁を作る速さ2倍。まあ3コマだから 2ターンでいいんだけどもね。はい、老公出してこない。老公は何でしょうね、ここなんでこんなに武将入れてこないんだろう。多分剣業の武将の方がよっぽどですね強いですね。で勝利木発見、こんなところで出てくるんだ勝利木、勝利木って。すごい遅いね勝利木ね。再装落とすぞーって言ってますね。目の前老公囲まれてるのに落とせるものか。ロコを動かじ、ロコは、おっとっとっと、動いているのはこっちだ、ジュシュンだ。しかしここでなんとジュシュンから援軍ではなく補給という選択。そして一騎打ち、観察が宗衛、宗衛大人気フルボッコ、いいでございますな。総飛軍だから宗衛はまだですよ、ボンボンですよ。さあ行け、よし、また飛ばした。2回も飛んだらもうあれだろう、後頭部が割れてるだろうもう。え後頭部割れたらさすがに死んじゃう。おっと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 、捕まえちっち。
ごめんちっち、捕まえちっち。息子さんっていうのは、あれかな、雇えるのかな、うちで。言うこと聞くよね。息子さんね、こっちで持ってりゃ言うこと聞くようになるよね。総比が言うことを聞くようになるかもしれない。息子さんを捉えてるんだ。ご報告いたします。身の代金は、そうだな、100万ゼニーぐらいくらいかな、100万ゼニーぐらい。ドラゴンボールの世界かな。心得た。さあ、ここはですね、平坦を切りましたね、技法。もう技法しかしてないね。このゲームっていうのは、あれだよ、ある程度進んでくるとね、もう技法になるよ。あ、画家商家だ。こんな一番船に向いてねえ画家商家を、どんぶらここ、どんぶらここ。関水を渡らせる。もうすごいね、この異民族の投入加減がすごいね。さあ、再走を守りながら、ロコ、攻撃を狙っております。そして、海警から孫権が駆け上がりだ。あれ？前回の駆け上がり何してたの？でも、また戻ってる。10万海警に10万詰め放題。何してんだ？微力を尽くします。おっと、大元気来た。一発で来るな。もう90より下がったからいいかなと思ったら一発で来るな。いいぞ。あ、で、あ、また孫権がなんかフェイントしてる。もう連合組んでんだからフェイントやめろよ。そういうの、冗談じゃ済まないんだ、こっちは。本気でやってるんだよ、ゲームを。本気で。ロコ動きませんね。これは、ちょっと我慢ですね。お互いこれ我慢の合戦ですね。あ、え、嘘、なんで船に負けんだよ、お前。弱すぎやろ。嘘やろ、船に負けた。水際作戦、船に負けた。え、乗り込まれちゃうのこれ。嘘やろ、船に負けんなよ。ご報告いたします。ダメだな、この穴閉じないとダメか。命令で。閉じれるかな。閉じれる穴と閉じれない穴がありますね。あ、閉じれますね。かしこまった。むしろなんで開けっぱなしにしてたんだ。ここだけで十分だよ、一箇所で。おっと、ジュシュン出てきたと思ったらまた輸送ですね。で、電位を捕まる。すごいな、あいつ。オーシュン2人も捕まえてる。許せないな。で、これは投石を壊そうとしているのか。引こうとしてますね。これは引くのは許されない。これはもう容疑が止めますよ。命に代えて容疑が止めますよ。あ、ここかな。容疑指数ここかな。剣魚4万か。ぼちぼち剣魚出てくるよね。なんかね、受春から出さないで剣魚から出すパターンなんですよね。軍団が違うのかな。うん、まあ邪魔しに来るみたいですね、これは。しかし平坦が切れそうで切れない。一人切れたか。こちらをご覧ください。欧春は切れた。ちょっと欧春は、俺は返すわけにはいかない。二人人質を持っている。これでも露光は出陣せずですね。もう周りの都市にこれは任せっきりな感じで、港をとりあえず取る。このような妖婦撃破で、ここはね、人質を返してもらいましょう。おっと、十瞬からまた輸送が出るけど、こっちには来ない。さあさあ、そして獅子やばいぞ。獅子これ 3A でやられてないか、これ。ああ、ワンルームマンションが、獅子のワンルームマンションが、ああ、しかも、間違えて壊すやってた。獅子壊すやってた。ああ、入られた。獅子間違えた。ごめん、俺操作も間違えたし、3面同時に来るとは思わなかった。これじゃ2オペでもダメだよ、獅子。さあ、わわさばいてますか。どうかな、これをなんとか倒せば、もうロコを守るやつはいないと私は見ておりますが、回り込んでなんとか平坦切れないかというところですね。また十戦九戦を動かしますけども、部隊を出してこない。なんでしょうね。まあ、助かっております。
あれ一番怖いですからね、ロコを攻めるときに呪春からの援軍って。さてさて、獅子はなんかあっという間に蒸発しましたね。なんかお便りもなく、何のお便りもなくいなくなってしまいました。退去ですね、退去命令、強制退去です。ひどいですね。さてさて、今回はロコをここまで追い詰めましたね。あとはこっち側の部隊が回り込んで、なんとかこの敵軍の後ろをつけば、ちょっと巧妙見えてきたかなというところで、権力兵数少ないですね。これは回り込んでのまたこちらからの輸送に頼らざるを得ない。でなぜか呪春からは攻めない。なんだろうな、これが第二軍団で、これが第三軍団。あー、そういうことか。いやー、軍団またがないでしたっけ。輸送は来ますけどね、援軍出さないかな。まあでもそんな感じになってますね。またぎませんよという感じですね。連携してやらないんですね。いやー、そうなのか。だからこれあれか、第二軍団が支援になってるのか。要は自分たちは戦わない指示に今んとこなってるという感じでしょうかね。ちょっと愚かな AI ですね。まあこれも君主によるのかどうかね、総比だから。はい、ということでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございます。次回はロコを取れるか、そしてロコを取れたということは深夜も取れるかどうかになってくる。果たしてうまくいくのかどうか。今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをグッとお願いいたします。それじゃ皆さん、またんご、またんご、めーてん。